岩梨康彦は、日本の楽器製作者、著述家、企業経営者。1953年、東京を生まれ。1973年、青山学院大学在学中に、ブーメランのギタリストとして、黒住健吾、丹波博之らと共にデビュー、シングルを2枚発表するが翌年グループは解散。その後楽器店勤務を経た後、1979年に、自身のギターブランド、 ギタリックスを起こす。ヴィンテージ機のフェンダー社製ギターを強く意識した製品が主であった。同時にヴィンテージギター及びアンプの輸入販売、修理にも携わり、それらについての記事をギター雑誌等に執筆。ギタリックス製ギターを楽器ショーへ出展するための都米中にヘッドファントされ、1980年代後半にフェンダーミュージカルインストゥルメンツ社に入社。 その知識と技術を認められ、入社直後からフェンダーカスタムショップでマスタービルダーを務めた。この時期製作のギターは日本国外では安い罠で作として知られている。1993年に退社し、日本に帰国。その後、楽器メーカーのコンサルタントや代理店のアドバイザー業務に携わり、1994年開始の山野楽器による フェンダーカスタムショップの日本限定企画、フェンダーレトロスペクティブグリルを監修した。2002年には再び自身のギターブランド、トーン・アーツを起こした。このブランドは短命に終わったが、これもフェンダー社のスタイルを踏襲したギターが主であった。また、1994年から2000年代初頭に、かけては、立東ミュージック社間、ギターマガジンに、ギタートークというコラムを連載した。 同時期に上司したザ・ビューティー・オブ・ザ・バーストは、ギブソン・レス・ポールのギターグラフとして、また、楽器の構造及びプフ・ピックアップの経年変化を、解説した書籍の講師として評価が高い。2003年に米国ギブソン社に入社、国際営業部長を務める。2007年、ギブソン・ギター・コーポレーション、ジャパン設立と共に社長に就任した。以下は、立冬ミュージック館。 ありがとうございます。